そして睡眠といえばメラトニンというホルモンが皆さんご存知だと思いますが、何を隠そうこのメラトニンもですねによって大きく影響を受けるということが分かっているんです。こんにちは、お元気ですか、丸尾です。今回は睡眠に関するお話、ズバリ睡眠の質を上げる生活習慣というテーマでねお話をしたいと思います。まあ睡眠ってすごく大事ですよね。体の疲れを取るであったり、脳のねエネルギーの回復にも必要不可欠なものです。でも自分の睡眠状態が果たしてどうかというとですね、まあなかなか100点満点っていう人は少ないんじゃないでしょうか。夜ですね寝つきが悪いなーっていう方ですとか、夜中に目が覚めてしまう眠りの浅い方、あるいは朝になってもなかなか布団から出られないっていう目覚めの悪い方とかね、いろいろ皆さん悩みを抱えている方多いんじゃないでしょうか。まあ僕もですね昔はなかなかそういったね睡眠に関する悩み持ってたなって思うんですけども、まあ今はですねだいぶその生活習慣をね変えることによって、夜はぐっすり、そして朝はすっきりが実現できるようになってきました。今日はですねその睡眠の質を改善するに必要な習慣というテーマでねお話をしていきたいと思います。すぐに試せることですので、ぜひ最後までお付き合いください。さあではですね、その睡眠の質を良くする習慣ということなんですけども、まあ、その本題に入る前にですね、そもそもどうして私たちはこれほど睡眠に対して問題を抱えているんでしょうかというところをちょっと考えてみたいと思うんです。というのも、例えばですねアフリカに住んでいる、まあ、原始的な暮らしをしている部族の方とか、あるいはブラジルのですねアマゾンに住んでいる原住民の方とかですね、夜眠れないんですとか、朝になっても目覚めませんっていうね、そんなの見たことないじゃないですか。でもっと言うと、野生動物、自然に暮らしている野生動物なんていうのもね、なんか夜眠れて眠れない野生動物とか、朝になってもずっと寝てる野生動物とかっていないじゃないですか。っていうことはですね、生物っていうのは自然な環境に暮らしていればですね、夜が来たらちゃんと眠れて、で朝が来たら自然と目覚める、まあ、これが当たり前の状態なんですね。でどうしてそういうことが可能になっているかというと、これは人体生体に備わっている仕組みのおかげなんです。でそれはよく言われる言葉で言いますと、体内時計っていう風に言われるんですけども、まあ、専門用語では外実リズムと言いましてですね、脳の視床下部というですね視交叉上核っていう場所がありまして、ここがですね24時間のリズム、体内リズムを刻んでいます。でこのリズムがちゃんと刻まれることによってですね、睡眠と覚醒のサイクルとかですね、あとは体温、これもね1日の中で変動しますよね。あと接触、神経内分泌ですとか自律神経、こういったものが24時間の周期の中で動いていく、それを司っているのがこの視交叉上核にある体内時計ということなんですね。でこの体内時計にですね、何が影響を与えているか、というか我々の体内時計は一体何を基準にしてその時刻を合わせているかっていうとですね、これはもうはっきり分かっていまして、光なんです。はい、というのもこの地球というのは24時間のリズムでですね、朝が来たら必ず明るくなって、そして夜が来たら必ず暗くなるわけですね。これはもう太古の昔から刻まれている、本当に毎日毎日刻まれている自然のリズムなんです。で我々の脳というのもその光をねこう見る、浴びることによってこの体内時計を合わせているということになります。まあ、他にもですね、食事のパターンですとか運動ですとか、この体内時計を調節している要因っていうのはあるんですけども、でも圧倒的に明暗リズム、つまりこう明るい暗いっていうですね、このリズムによって体内時計というのは刻まれているんです。ところが現代人の問題というのはここですよね。明るい時間でも屋内にいてね、光を浴びない、まあオフィスワーカーとかね、仕事をしている方だとか、まあ部屋にねこうどうしても過ごしてしまう時間が長い方とかですね、あるいは夜暗くなっているんだけども明かりがねついていて、明るい環境で過ごしている、まあ繁華街なんかもそうですし、部屋の中もですね結構明るかったりしますよね。っていった中で、その自然の光のリズムと人間が今ね現代社会で過ごしている光のリズムというのが、まあ、違ってきていると、これによってですね体内時計がきちんと正しい時間を刻めなくなっているんです。ですのでこの文明社会に生きる我々はですね、睡眠に関する問題を抱える方が増えているということになります。はい、ということでここまでですね、体内時計、睡眠のリズムを司っている体内時計は光がね重要な要因であるというお話をしました。そして睡眠といえばメラトニンというホルモンが皆さんご存知だと思いますが、何を隠そうこのメラトニンもですね光によって大きく影響を受けるということが分かっているんです。そしてですね、メラトニンというのは光に大きく反応しますので、この光をねうまく管理する、一日の中で管理することによってメラトニンがしっかり分泌されてですね、そしてスムーズに眠りに導かれ、そして朝が来たらちゃんと目覚めることができるということになります。
では、このメラトニンの分泌をうまくね、活かせるためには、どういったことが必要なんでしょうか。これはもちろん光に関することになるわけですが、二つポイントがありますので、お話ししていきたいと思います。まず一つ目のポイントは、昼間の日光への暴露です。まあ、つまり、昼間、お日さんが出ている時はですね、外に出て、日を浴びましょうということですね。で、これは非常に重要なことでして、目のですね、網膜神経節細胞というところがありましてですね、でそこにはメラノプシンという光を感知する光の受容体があります。で、このメラノプシンがきちんとね、こう日光の光をキャッチすることによって体内時計が調節されるんです。で、これがですね、昼間に部屋の中とかにいて日光を浴びないとね、いうことになってしまうと、この体内時計が狂ってしまう。それによって睡眠のリズムも乱されてしまうということになりかねませんので、まず一つ目の大事なポイントは、昼間外に出て日光を浴びる。これが一つ目のポイントになってきます。続いて二つ目のポイントは、夜の過ごし方です。夜はですね、逆に光を浴びない方がいいんですね。極力光を浴びすぎないということが重要になります。というのも、メラトニンというのは暗闇に反応します。暗闇に反応して、夜の8時から10時の間に合成がされ、そして、夜中の12時から3時の間にピークを迎えるということなんです。で、逆にですね、光を浴びてしまうと、メラトニンは分泌がですね、抑制されてしまう。まあ、つまりそれによって眠れなくなったりだとか、あるいは眠りが浅くなってしまうということが分かっているんです。で、その光の中でも一番良くないのが青白い光。そう、ブルーライトです。つまりスマートフォンですとか、パソコンとかタブレット端末。今ですね、あなたもこの動画、いずれかのね、端末でご覧になっているかと思うんですけども、まあ、こういった端末が発するのがブルーライトですよね。2011年の論文でですね、こういったブルーライトというのは、メラトニンの分泌を阻害してしまうということが分かっています。で、あと、まあ、睡眠に関連したところで言うと、寝る前ですね、タブレット端末、まあ、こういうね、今僕もタブレット端末使ってますけども、こういうタブレット端末で本を読む方とかってね、いらっしゃると思うんですけども、ベッドの中とかでですね、これは良くないですね。2016年の論文で、タブレット端末を用いた読書というのは、紙の本を読むのに比べて明らかに入眠を遅らせる。つまり眠れなくなってしまったという結果も出ていますので、まあ、できたら紙の本を読む。で、あるいはですね、どうしてもこのタブレット端末とかね、あとまあ仕事とかでスマホを使ったり、パソコンを使ったり、夜遅い時間でも致し方ないとね、避けられないという方もいらっしゃると思います。そういう方はね、メガネ、ブルーライトをカットするメガネがありますよね。あれをね、ぜひ使っていただけたらと思います。2009年の論文ではですね、タブレット端末を用いた読書の際に、メガネをかけると、その入眠が遅れてしまうというね、悪影響を防止することができたという報告もありますので、ぜひね、そういう夜にブルーライトを浴びてしまう際はですね、ブルーライトカットのメガネをかけられるといいかなと思います。まあ、あとですね、特に注意していただきたいのは、子供さんですとかね、まあ、思春期、青少年とかね、若い世代なんですよ。若い世代の人の方がですね、ブルーライトを敏感に感じて、そして睡眠に影響が出てきてしまいます。ですのでね、お子さんがいらっしゃるお父さんお母さんね、ぜひ注意していただけたらと思いますし、あとそのブルーライトも夜のね、夜間のブルーライトも良くないんですけども、特に昼間にその日光浴びない、でその状態でさらに夜にブルーライト浴びる、これダブルパンチでして、一番影響が大きくなりますので、気をつけていただきたいんですね。昼はちゃんと外に出て光を浴びて、で夜は光をなるべく浴びないようにする。まあ現代社会ではなかなか難しいと思うんですけども、極力ね、夜は暗く過ごすと、もうこれが何よりのポイントになってきます。それではここで少し告知をご覧ください。マルオの公式 LINE 登録者1万人突破いたしました。 YouTube では話せない体で喜ぶ話をマガジン動画で配信しています。登録するともらえる合計10個の豪華特典もございますので、登録まだお済みでない方は概要欄ぜひチェックして登録してみてください。はい、ということで今回はですね、睡眠の質を改善する習慣ということで、光に関するお話しました。まあどうでしょうね、これ見られた方で、いや結構当たり前のことなんじゃないのって思われた方もいると思うんですけども、でまあいろんなね、情報調べていただくと、これを食べるとよく眠れるとか、あるいは昨年はね、これを飲むとすごい睡眠が良くなるよっていう乳酸菌飲料なんかも売れたりしたんですけど、まあそういうものもね、もちろん効果はあるんでしょうが、でもやっぱ体内時計ね、これ圧倒的に光の影響大きいので、もうまず胃の一番にやっていただきたいのが光なんですよね。もうこれをね、やった上でいろいろやるのはいいと思うんですけど、まあそれはちょっとおざなりにしてね、他のことやるってなるとあんまり効果がね、得にくいのかなと思いますのでね、ぜひ光意識してもらえたらいいかなと思います。
それでは最後にコメント紹介のコーナー参りましょう。以前にアップしましたプラスチック容器に含まれる物質で子宮筋腫のリスクが増大という動画、たくさんコメントをいただいております。まずは1万いいねを集めたコメントがこちらです。大君さん14いいね獲得おめでとうございます。便利な世の中ですが危険なものがたくさんあります。プラスチックは今後避けたいと思います。はい、ということでね、本当にそうなんですよね。便利になったことはいいことなんですけども、その負の側面っていうのが今いろいろ出てきてますよね。まあ、プラスチックに関しては人体への影響もそうですし、マイクロプラスチックって言ってね、地球環境に与える影響も甚大ということなので、まあ、これからの時代はそういったこうこれまでの根付けを払わされるって言ったら言葉悪いんですけども、まあ、それをきちんとね真面目に考えて捉えて、でどうしていくかっていうね、そこを真剣に考えて行動していく時代なんじゃないかなと思いますね。そして僕が一番気になったコメントがこちらです。計画的クックカネコさん、市販のお弁当とか惣菜を温めるときは陶器のお皿に移すようになりましたが、容器で視覚的に豪華に見せたり底上げしているので移し替えるとしょぼく感じるんですよね。あー、ありますね。なんかこう買ったときはね見栄え良かったんだけど移してみたら意外としょぼいなみたいなありますよね。あとね、個人的なこだわりなんですけど、まあたまにねそのお惣菜とかパックでこう買って帰ってくるときにそのまま食べたくないなってなるんですよ。なんかこう美味しさ半減しちゃう気がしてね、あの洗い物増える、まあそれってちょっと地球環境的にどうなのっていうのはあるんですけど、でもやっぱ心豊かに食べたいじゃないですか。なのでね、わざわざこう器に移すってのやってるんですけど、まあでもこれも多分、いやいやそんな面倒くさいことやんなくていいんじゃないのっていう人と、いやそれわかりますっていう人がいると思うんですけども、このチャンネルの視聴者さんはどうですかね。あなたはこう惣菜買ってきた時にそのまま食べるタイプですか、それとも何か器に盛り付けるタイプですか、ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴くださりありがとうございます。動画が参考になったよという方はぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら、ごきげんよう。